チズンアラーム 4H 1960年代初期型手巻き。今回ご紹介するのはシチズンの 4H アラームウォッチです。国産初、ベルが鳴る腕時計というキャッチコピーが当時話題となった機械式アラーム時計。1958年からわずか10年間のみの製造とされ、今後希少性も高まる人気のコレクションです。本品はその中でも初期に作られたヴィンテージモデルです。文字盤はシルバーのツートンダイヤル、アップライトのバーインデックスと地震、分震、秒針、アラーム針のそれぞれ特徴のある4ハンド。この年代ならではの手の込んだデザイン風貌です。ケースは20ミクロンの CGP-SS 素材、金張りのラウンド型、ツイストラグを採用したおしゃれなフォルムが魅力的です。現代のアラーム音にはない機械の味わい深い音色と腕に伝わる振動を楽しんでいただける一品です。シチズン。シチズンはものづくり精神を発揮し、揺るぎなき日本品質を追求、歴史に名を刻み続ける信頼ある国内メーカーとして愛され続けています。操作方法。右サイド4時位置にあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。リューズを引いて回すと時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能はありません。アラーム操作方法。21のつまみはアラーム用です。そのままのポジションでゼンマイを巻き上げます。引いて回すとアラーム時刻の設定ができます。引いた状態でアラームがオンになり、10秒程度鳴り響きます。古いアラーム時計のため設定時刻ぴったりではなく、数分前後の誤差はあるかと思います。サイズ。ラグ幅は 18mm、 ケース径は約 36mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 43mm、 厚さ約 12mm、 風防を含むです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。